一社が早起きしたので、ミルクをあげて、まだ寝てないんですけど、わざとに任せて、私は温泉に朝風呂に来ました。佐藤真優です。お水飲んでから入ります。温泉入る前に見つけたんですけど、奥の方来たら神社があったので、ちょっと行ってみよう。すごい。これ気づいてない人いるんじゃないかな。縁結び。絵馬もある。ね、夢とかでもいいですよね。ちょっとここに来れたご縁に感謝します。すごい、見つけれてよかった。おはよう。はい、おはよご飯食べに行こう。飯食べ行こう。行く。ね。朝ごはんタイムです。はい、よ、どうぞ。いい、今日はゆっくり食べるぞ。はい、よかった。おいしい。結構早くない？ご飯食べんの。味噌もミルクタイム。行く。おいしい。いただきまーすって。大好きなソーセージから食べる。行く、どうですか？おいしい。よかったね。全部食べてね。これさ、そうさ、ゼリーっしょ。乾杯してもそれ飲んで全然来ないと思う。そう、ゼリーでしょ。何してるの？何してるの？おいしい。よかったね。まあ、寝ぼけてまーす。おいしい。みんなおのおのの、おのおのすごくないですか？なんかそれぞれの。あ、そうそう、俺のも入れといて。最後でーす。ゆとりは結局、この何これ、電動車で撮ってるこの絵しかほとんどないかもしれない。ね、結構長いよ。あとはもう部屋でゆっくりしたからね。いや、でも一茶がご飯、その夕食でさ、うんちしてずっと泣いてる時でさ、これ乗せたけどさ、早く着いてくれ。その時もずっと泣いてたんだ。早く着いてくれ。息が長いんだよね。そう、息が長かった。次泊まるときは、もうちょっと近めにします、部屋。できるの？ファミリーはでファミリーはも、ね、月間なんじゃない？そうそう。でもモノレールあって。そうだね、モノレールもあるしね。こ今れからとなっチェックアウト。てはちょっと名残惜しい。まあね。モノレール。ケーブルカーか。ケーブルカーね。すごいね。今チェックアウトして車に戻ってきました。じゃ見て、ゆっくりと一茶。
これ子供のこうキーホルダー作れるんだよね。ね、これハチさんです。で、今日の予定は川場で、そう、川場でゆっくりまずして、で、彫像小屋、大瀬のね、彫像小屋で働いてた人が今、まあ、古民家レストランを経営してて、うん、で、そこに今日はランチ予約してあるんで、ランチを食べる。だ、ランチ食べる前に一回川場の道の駅とか、あと筑西酒造の方に行ったりとかしようかなって思ってます。まずは筑西酒造かな。うん、アンパンマンよりかね、筑西行こう、筑西。はい、え、筑西行こう、筑西だ。行けない、行ってきます。こっちから行くとね、この片下方面から行くとね、分かりにくいよね、筑西酒造。あとあれ、今日ね、オズの木道っていうお酒のユウがデザインしてくれた手ぬぐいバージョンのあるじゃんね、お酒が。それをね、ちょっとピックアップしていこうかなと思って。20本ね、余計に作ってもらったんだよね。だからその20本作ってもらった、余計に作ってもらったやつを、うん、クラウドファンディングで、うん、協力してくれた関係者いるでしょ、うん、ここだ、関係者にプレゼントしようかな。あ、マジで、うん、あ、そうなんだ。多分、実物見るの初めて。あれ、でも、ゆうのお母さん持ってなかったっけ、支援してくれて。いや、うちの母は、酒をやってないんじゃないかな。あ、そうだっけ。見てないよ。そっかそっか、今日見れるよ、うん、ちょっとピックアップしていこう、ね、着きました、土田酒造ゆとりやんから3分、うん、そんなもんだよね、マジで。ね、近い。ここはね、駐車場にね、桜の木が植わってるんで、すごい春とかはね、桜が綺麗だし。ちょっとさ、水筒持ってってさ、うん、水、汲もうよ。水、うん、汲むの、うん、ホタカさんの、うん、地下水が湧き出てるから、湧き水もここでピックアップしていきます。これゆっくり お魚好きだからいいんじゃない。いた、いた、落ちんなよ。やばいね、濃いだよ、濃い濃い。ねえ、魚だよ、魚だよね。濃いじゃないの、濃いじゃないの。うん、魚、うん、魚か。行こう、ゆっくり。ゆっくりこっち来てみ。探検、探検。おー、こっちでかっ。こっちめちゃでかいよ、ゆっくり。ゆっくり。全然見ないじゃん。こっちでかい魚が。見て、すっごいでかいよ。なんで？ないよ。そうじゃない。でかいね。でかい。鯉だね、鯉。ゆっくり、鯉。いや、魚。うん。鯉ではない、魚です。バイ、ゆっくり。いや、鯉。お。じゃあちょっと中行こうかな。イエーイ。食べるんかい、どう、どう、おいしい。お、食べ食べ。じゃあゆきちゃんの持ってね。おいしい。ゆき、自分でもっと食べれる。食べたい。いただきます。
あ、美味しい。お酒だね、めっちゃお酒だね、うん、これアルコール入ってないでしょ、うん、あ、美味しい、ね、すっくり食べ出してよく、ね、どうゆっくり大丈夫だっけの、うん、こっちも食べてみよう、ゆっくりこっちも味違うんだって、こっち食べてみる、言わない、言わない、こっちの方がお酒酒かす感が強いね、白い方が。美味しいね。もったいなくね。もったいなくないよ。そうなの。ニオイコブシの、うん、日本原産の植物の、うん、エッセンシャルオイルを配合された、うん、お手拭きです。もったいない。もったいないです。使いましょう。あのオゼで言うとニオイコブシはタムシバっていう、ね、俺たちタムシバ、めっちゃいい香りだよね。春の花だよね。もったいない。もったいない。もったいなくて使いません。使います。はい。いい匂い。あ、めっちゃいい匂いだ。ね、いい匂い。もったいな。しかも素材もいいね。へえ。石鹸系とか。へえ。これまた使えるのすぐ。洗って使えるの。もったいない。ゆっくりめっちゃ吸うの。やっぱさ、白の方がさ、お酒感がすごいよ。でゆっくり絶対黒食べない。ゆっくりこっち食べてみ、こっち、ゆっくりこっち黒。なんで？なんでこういうの持ってたの？あ、そういうのから。なるほど、宣伝入りました。そう、ユイカっていう、昨日鍼灸マッサージも俺してもらったんですけど、このユイカっていう精油の会社、日本の和ハーブのね、日本原産の樹木、会社がユイカのスペシャリストなの。え、俺もなれる？ユイカのスペシャリスト。あ、ちょっと勉強しなきゃいけないんだ。そうなんですね。じゃあ視覚的な感じだ。うん。あ、じゃあ教えてもらいましょう、みんなで。おさかさんの伏流水。ちょっとね、アイス。またお魚見んの？行くよ、行くよ。で、このままアドブルに行くか、アルブルに行くか、やっぱり間違えたわ。アルブルに行くか。30分。うん、1時半予定してて、この土田静さんで働いているあのリンゴ農家さんがいるんですけど、今年は霜と氷とで本当、リンゴが全然ならなかったって言ってた。うん、なんか言ってるね。田舎のリンゴ屋さんも言ってる。
そうだよね、みなかみのりんご屋さんも今年養蜂でね、りんご農家さんに5月のゴールデンウィーク終わりくらいから、5月中旬くらいから6月上旬まで置かせてもらってて、蜂をね。で、蜜は結構ね、やっぱりりんごの蜜はたくさん出るね。ね、めっちゃりんご食べやすいし、うん、それをね、あの土田酒造で働いている金沢りんご園の金沢さんにもね、蜂蜜を渡すっていうことができたんで、よかったなって思って。で、他に水上のりんご農家さんもいるから、水上のりんご農家さんにも蜂蜜を渡したいなって思ってるんだけどね。そう、尾瀬のね、手前のやっぱ道中川場村は本当開発が進んでるっていうか、すごいいろいろやってて、なんかブランディングが上手な気がする。村全体が綺麗だね。うん、村全体が綺麗だね、確かに。ここがもう道の駅田園プラザ、大人気すぎてすごいですよ。姫小松が咲いてる。姫小松、うん、っていう植物が、うん、五葉松。五葉松のことをさ、姫小松っていうの、うん、かな、まずちょっとあんまり詳しくない。五葉松は俺もわかるで。そうなんだ。まあ姫ってついてるから大体日本って言うんだよね。すごい。日本のさ、そのさ、日本在来種というか、和ハーブの和の植物でさ、姫ってついてれば日本原産説、どうですか？うん、多いかも。多いよね。姫なんとかっていうものはほぼほぼ日本原産です。だから何言った話。それよりもこれから行くアルブル、アルブルっていう古民家レストランだよね。で、そこでは自分のね、畑のホーリーバジル、ホーリーバジルティーを出してくれているところでもあるんですけど、そのきっかけってあれだよね。あれ、連絡が来て行ってみたんだっけ。ホーリーバジルティーを、うん、あの置きたいですっていう、あの使いたいですって言ってくれて、じゃあちょっと一回どんなお店か見に行こうみたいな感じで行ったんだっけ。そうだよね。そうだよね。私はでもその時は行かなかった。タイミングが。ああ、そっか。そうだね。長かったっけ。そっか。友達行ったんか、じゃあ。そっかそっか。そうそうそう。それがきっかけで知ったお店で、沼田か、そこ。沼田にもあんのみたいな。すごい。今日はね、そのね、コース料理、一番高いコース料理をね、オーダーしました。楽しみ。ね、楽しみだね。食べれるかも。量の問題。それはある。なんてったってうちは小食だからね。小食かな。小食だと思うよ。そう。いやー、どうだろう。意外とよく食べる。まあ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 、わんこそば。わんこそば100、60杯だっけ。やっぱ141か。まあ、女性の平均60キロ、あ、69じゃない、60杯の、まあ、ほぼ倍を上回った、まあ、言葉歴、歴代。今度行こうぜ、森岡も。家族で、東北。また行きたいよね。このアルブルは、また概要欄に、住所とかホームページとか載せておきます。
オーナーの方がね、貯蔵小屋、第二貯蔵だっけな、で働いていて、で、あ、そこだ、そこ入るんだ、早っ。じゃあ大丈夫、うん、多分大丈夫だと思う。まあ、お世の帰りにこういうレストランとかっていうよりも多分そういう尾瀬に行くっていう一泊二日とかではなくて、元の地域の片品村や沼田川場村っていうところをゆっくりのんびりするっていう感じだったら、なんかそういうアルブルとか来てほしいなって思います。結構ね、その地元の食材にこだわったレストラン、レストランでいいの、ビストロ言い方が分からない、フリッチ、フリッチのレストラン、こんなところにおしゃれなお店があった、いや、ほんとそうよって感じね。ここです、アルブル、おまかせコースのランチ、かっこいいよね。どうぞ。椅子初めてだ、うん、ね、うん、初めて。お邪魔します、邪魔します、お願いします。わ、今寝てるんですよ。寝ててどうしようかなって。一回ワンクッション置く。乾杯。これ乾杯するんかな、ワインとかって。サイダー、ゆっくり。リンゴジュースおいしい？リンゴサイダーおいしい？無視。
です。今年の大勢はどうでしたか？今年の大勢はホーリーバジルもね取り扱ってもらってるけど、ちょっと蜂蜜、この蜂蜜のバッグ超かわいい。ちょっとね今日はこの生蜜リンゴの味をちょっと味見してもらおうと思います。シェフにちょっと渡してきます。美味しかった。ゆいはうんアルブル大満足で、小僧小屋で働いてた方なんだよね。うん、だからお手とかすごい詳しくてね、詳しいよね。
フランス料理。お出会いが溢れてる感じするでしょ、うん、すごいいいところ本当。ビストロアルブル、ぜひ来た方はあのジャパニーズポーターもあの知ってるあのシェフなんで、むしろジャパニーズポーター見てましたなんであのここにジャパニーズポーター見て来た人はあのオーナーの方に、まあ、シェフにあのジャパニーズポーター見てきましたってぜひ言ってください。得点はないと思います得点はないけどでもジャパニーズポーターで見てきたってことをちょっと伝えた方が、オゼのことをやっぱりすごい詳しい人なんでいろいろとあのお話もできるかなって思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。行きましょうよ。え、行く、どこ行くの？行く、どこ行くの？ねえ、パパ行きましょう。はい、どこに行くの？